はい、どうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。スピードラン迫り来るマグマから逃げろ70秒くらいやつ 1.05%。まあ、70秒スピランと聞くとかなり難しいんじゃないかなという気はしますけども、ただクリア率的に 1% を超えてるんならば、慎重にやっていけば、いけるんじゃないかなという、まあちょっと希望的観測では、ございますけれども、ワーンで、まあまあ今んとこ多分コースの案内通りに行けば割と、なるほど、ちょっと滑っちゃったね。そうだね、コースの一つ一つの案内がほんと丁寧に作られてるなという印象で、ここもくるんくるんで、ここ持って、まだこれは持っていく感じかな。ああ、オッケー、かなりそうですね、親切心を感じるコースでございまして、これは飛んでったらどこでバネ使う？オッケー、ここで投げる？合ってるっぽ。あー、ここ三段ジャンプだ。そっかそっか。いやでもほんとなんか親切なコースだね。親切丁寧に作られてるコースですね。コースの案内がめちゃめちゃしっかりしてるから、初見でもかなり進みやすくなってるし、まあなんか意地悪な要素もないので、もうコースの案内をひたすら信じて進んでいけば進めるんだなーっていうのがね、わかるし、普通に結構緊張感ある70秒スピランはスピランなんだけども、まあでもなんかコースの案内通り行ったらいけるんだろうなーっていう、そういう信頼もできる、非常にいいコースなんじゃないのという感じがします。ミスったオッケー、ワンツー、三段ジャンプ、こっち行く。うわー、すげえよ。なんだこの綺麗な作り。ここでスピンかな？オッケー。素晴らしいな、このコース。めちゃくちゃいいスピランですね。と、オッケー、三段ジャンプ。わーいっしょ。はい。こういって。で、どか、おお、すごい綺麗に作られてるスピランだったね。オッケー、やった、いけました。というわけで、コースアイデアありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。これで上行ってやってまいりましょう。なるほどね、こいつだけを使って上にってことは、大きくジャンプしたらダメか。大きくジャンプしたら、その間にメカクッパが下に落ちていっちゃうから、あんまり大きくジャンプしすぎないようにして、きつー。でも多分これはね、この右の壁にぶつけながら、あんまりこう遠くに行っちゃわないように、左に蹴っ飛ばしちゃい出すと多分厄介なことにそうなると思いました。あー、そこがゴールか。まあでもこれはあれですよ、集中しかないですよ。これ左側に蹴っ飛ばしちゃうとろくなことなんないから、ひたすら右側だけで処理をしていって、鼻先だけを踏んでいけばいけるというお話でございました。 OK 70秒スピラン、一度のミスは許容範囲です。クリアする662分の0やってまいりましょう。というわけで、クリア者が結構な感じで出ておりません。スピードラン70秒、まあ多少のミスは許され、まあ多少のワンミスぐらいは許されるというお話だったんで、まあちょ、慎重にと言いつつ、そこまでダラダラやってる暇はないんかな。ここむずいな。スーンスーンで、クン、ミスった。ここはもう、クンクンクンで、こう入っちゃった方がいいね。で、ここは、スピンでこう入りまして、これこっちからのこうかな。で、この大砲がまだ、いや、引っ込んでくれた、やった。で、左ここは、ここからこっちにこう行けということかな。ピンクコインの取り逃しとかがなんかあると怖いなっていう気はするけど、進み方が独特だね、このコース、本当に。ほんと独特な進み方のコースだね。確かに、これでタイムロスなく行けよっていう話だったら、ちょっとえぐいなっていう気はしますね。進路を理解するのが大変だからね。まあでも多少のミスは許されるって書いてあった、ワンミスは許されるって書いてあったけどまあワンミスどころじゃないぐらい今回のこのテイクに関してはロスってる気はしますけれども、まあ一応ここまで来れてる。ピンクコインが最後の1枚がそこにある。はい、ここはここにこう登ってこう取れば大丈夫という、ちょっと待って、ミスった。こう行ってこう、怖っ。今回は比較的スムーズに来れた気がして、ここ壁キックした方がいいね、スピンをするよりも。で、ここはまあ2マスあるから大丈夫で、あそこのドア入ったらゴールなんじゃね。ミスんなよ、オッケー。
これでゴールかな。めちゃめちゃ時間余裕あった、こちらの方から何かコース遊んでみてくださいとメッセージいただきましたので、こちらのコースをやっていきたいと思います。ゴーカート目指せ運転マスターグレーズ 0.4% ぐらいでしたかね。いや、こちらの方からね、ちょっとコースリクエストをいただいたいいものもちょっとね、まあちょっと恥ずかしながら、ちょっとこの方のコースがちょっと全体的になんか難しすぎて、ちょっとこう難しすぎるなっつって、なんかとりあえず 0.01% とか 0.02% とかのコースばっかりで、ちょっとね、それをやっぱりスイス何でもかんでもやっぱクリアできるわけではやっぱないよなと、判断し、ここでこのコースならまだ 0.4% まだ 0.4% はあるかという判断のもと、このコースを今遊ばせていただいているんですけれども、これ行く道は一旦こっちからのこれちょっとやり直すか。そもそもここのピンクコインがさっき取れてなかったんで、そこからまずやり直さなあかんやろという話でございまして、それも叩けてないね。ピョンチュー30体倒すのゴール条件だもんね。なんかしかもこのコースの説明のところになんかこれなら初心者の方でもみたいに書いてあったけど、初心者の方にもって言ってるクリア率じゃないけどね、 0.4% とかは。はい、ちょっと待って、ミスった。はい、こういうのにカートで乗るのむずいよね。こことここジャンプしろ、ここでジャンプ打つしかもこれ1個間違ってたわ。これ1回左行ってこいつらも倒さないとゴール条件が多分突破できないってことだ。これでこいつ倒す、ここ叩く、で飛ぶ。あー、ミスった。何をやってる。まあまあいいや、1回行けるとこまで行こう。でこうやってここ多分車にダメージ与えないようにこうやって折り返すつつ、お尻の方で壊すということで合ってると思うんですけど、ここのね、なんか一マスのブロックを飛び越す。あー、意外とすんなり、すんすんさーんさーんで、どう、意外とおしっぱでいけるようになってる。これは右でいいのかな、右おしっぱで。あー、なんか時間的にはいけす、ん、あ、違う、ドンケツはジャンプってことか。難しいな。オッケー、今回何のロスも今のところ特にタイムロスもないし、ピョンチューの倒し損ねもないしっていう感じ。多分一番いい状態でこれで、ね、え、どういうことここ、そんな一マスの隙間にうまいこと入れる。オッケー、今回も今のところ完璧に来てて、多分最後のあそこ一マスの隙間入るのはさすがにむずすぎるから、多分隠しブロックがあるんだと思いますよ。はいはい、違うな、ミスった。ここ、あー、ほらほらほら、おお、そこゴールじゃん、惜しい。よし、久々にノーミスで帰ってまいりました。難しいよ、結構難しいよこのコース。はい、ここ飛び越えてと、ちょっと待って、1体倒せてなかったね今あのピョンチューがジャンプしたせいで倒せてなかったね。はいはい、オッケーオッケー、完璧か。オッケー、やっていけたというわけで、コースアイデアありがとうございました。本日も動画の方ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。